半間岩先生です、ランドンの投資でね、今3000さっき投資したんだけど、まあ上でね、勝率 70% ね、で498周期だから30分ですからね、これの30分倍ですね。で今マックスが408円まで行ってきてますね。マイナスが451円行ってきてます。でちょっと2と4000ぐらい稼ぎやったですね、1時間でね。で、まあ、今4000アフリカランドですね。南アフリカランド。で、売りは専門なんですね、これね、売り。ちょうどいいとこ、ここで取引したんで、ちょうどいいところですね。南アフリカランド。ちょっとしたこれ1万ドルですね、130万ぐらいですかね、投資金がね。で、1日でスワップが140円入ります。ね、だから、慌てずに、気長にね、投資ってて平気なんです、これはね。で、予想、このシグナルに対して見たんだけど、ちょっと遅れながらここで打ったんです。シグナル入ったのはここなんですね。だからこのシグナルが出るまで待ってていいんじゃないかと。だからずーっとこっからこの間ぐらいあるんで相当時間がありますね。10日間ぐらいですね。あ、またこの音はねプラスになってることなんですね。でつけっぱなしててもね、逆にボールがボボーンって音するんですよ。でピピっていうのはプラスになって跳ねてるよっていうことなんで、いいことなんですね。ちゃちゃちゃってやって2等ですね。2等4000ぐらい。1時間で2等。4000も稼いじゃったね。ね。で、損繰り1万5000にしてんですね。で、1万5000にしました。RSI が11周期の78-22、買いすぎ、売られすぎね。で、シグナルを見てるんですけど、これよく落ちてくれたな。ね。証拠金3250円かける400レバレッジで130万ですね、ちょうどね。ここを着くまで見るかですかね。どうですか、これが出るまで待つかとですね、このシグナルがね、決算が。という感じですね。こうぶつか、こうやってぶつかったところは非常にいいんじゃないと思うんだけどね。ここぶつかったとこ、黄色線にぶつかったときっていいでしょうね。で、ここでシグナルでね、ぶつかってないときは、ね、このシグナルまで待つんでしょうかね。このレンジで5000か、こう、1万、2万、3万、4万、5万ぐらいかな。こっから上がって6万ぐらいいってるんですね、マイナスになってるね。そこから上がってきてるんだね。で、売りだからね、どんどん少し下がってりゃね、1万ドルだから1日140円スワップ金利が入るんですよね。だから、とてもいいんだよね。あ、4000になったね。いいね。コーヒー。
こいいです。自分で入れてるね。やっぱスワップ金利入れるのがいいですね。これでしょ、5000と。これも下がったら1万5000だね。この辺まで落ちたら1万5000ですよ。こいつがザザザザってこんな落ちてんのかな。これ1個だったら5000、これ2万円でしょ。こっからここまでで5000円ぐらいで。1万。ここですね。ここまで来たら、ね、1万5000の利益ですね。OK ね。1万ドルだから130万ぐらいの投資金の動きだから、結構大きいんですよね。これいいところ打ったな。ちょっとこれはね、このシグナルは勝率 70% ですよ、10回シグナルがありますよってね、こうね。ここのとこはもう少ししか儲かってない。ここも少し、これだけしか良かったですね。あ、全部で10個あるんだそうですね、これね。10個中ね、70% 勝率。これなんだか。ああ違う、これはあるか、今の利益ね、現在でね、また落ちてきたね。気をつけないと上行っちゃうからね、これずっと上がってここら辺まで行っちゃうかもしれない、ね、まあそうですね、この上がりの状況を注意して、この黄色線でやめとくのかな。こうどんどん下がってくるとするんだけど、この時間で待つことができるんだよね。この場合スワップは金利が140円もつくからね。24時間で140円つくからね。140円だから130円にしてね、1ヶ月置いたって4200円だもんね、スワップ金利。これ大きいね。ここにも置いたんですよ。まあそういうことでね、ちょっと、マックス4388円まで行きましたね、っていうことでした。どうもありがとう。